強盗一発始めます。今日はですね、これね、市川市にある何これ、道の駅っていうのがあって、そこさ、パーキングがめちゃめちゃでかくて、トラックとかも30台から50台ぐらい止められて、一般の乗用車なんつったらね、100台ぐらい止められるんじゃないかなっていう超バカでかいところがあるんだけど、そこに今ね、バイクが20台ぐらいと、ちょっとそのビップな車、かっこつけた車が30台ぐらいいたんで、ちょっと中を一周してみようかなと思ってます。俺のそのさ、最近知り合いになった人とかもさ、ここ来てるって言うからさ、あ、もしかしたらいるかもしんねえなみたいな、そこら辺からちょっとぶちかましていこうかなって思ってます。で、このカイエンもこの車ももう間もなく今オークションかけてて、日曜日にはね、誰か他の人の元にね、行っちゃうんじゃないかなって思ってます。っていうか行っちゃうんだけど、それまでね、ちょっとね、ちょっとでもこいつと一緒にいたいから、ちょっとドライブがてら、車好きがバイク好きが集まる市川のパーキング来ちゃいやした。いねえかな、知り合いで。今日はね、何のね話をしたらみんなにね利益になっかなーと思ってさ、考えてんだけどさ、このコロナの状況、これって本当大変だよね。だけどその大変な中で、飲食店のやつって、俺みたいなやつ、そやつってどういうこと考えてたのっていうのをさ、ちょっと話していけたらいいかなって。やっぱみんなが知りたいのはさ、その飲食店とかの内側なんだよね。ウッチーなんだよ、ウッチー。だから俺そのウッチーの話をしてこうかなっていう、コロナ中のね、あの時代の、というか今もコロナ中なのかもしんないけど、ちょっと前から約2年遡ったマックスコロナ中の時、あの時の俺の店のやり方とかさ、そんなの話していけたらいいなとか思っちゃってんだよね。いや、だけどあの時は大変だったな。大変だった。みんなは飲食店に限らず、みんなどうだったのっていう、会社とか行ってたと思うんだけどさ、だけどリモートになったっしょ、あの時代。まあ今もそれが引き続きやってる人もいるだろうけど、だけどそのリモートの時代っていうか、まあ俺で言う仕事、みんなでも仕事、その時間をどうやってみんなは過ごしてたのかなっていうのは超気になっちゃって。で、飲食店、俺ちょうどそのコロナが始まる前までは約8年間居酒屋やってたの。夜7時から朝7時までの、で、コロナになりましたみたいな、緊急事態発令ぐらいの5月ぐらいだったか、あの時にちょうど俺とんかつ屋になったんだけど、で、あの時ってもう居酒屋なんか絶対やっちゃダメですよみたいな感じだったじゃん。だけど昼間の飯屋っていうのはなぜか許可されてたじゃん。で、俺たちは細々とだけどとんかつ屋をスタートさせて、だけどやっちゃいけませんよって、酒の提供しちゃいけませんよっていう居酒屋とかバーとかっていうのはもうめちゃめちゃもう何もできねえんだもん。何にもできない状態だった。あの時は本当大変だったと思う。だけど昼間やれた俺たちはマジで生き延びることができたよね。だからさ、そんなコロナなんてさ、俺予言してないけど、ほんとドンピシャのタイミングでコロナが来やがって、だけど本来ならね、夜7時から開く店だから、そんな店絶対無理だから、酒の提供で食ってた店だからさ、全然やれないなんつってたら、まあ本当にあの状態で居酒屋を続けてたとしたら潰れてたんだろうなって本当思うよね。だけどそんな時に俺はもうマジで真逆のことしたわけじゃん。昼の飯で食ってこうって、それが
良かったんだろうな、マジで。で、みんなも真逆のことするやつってどう思うっていう、うん、これ超大事で、真逆のことするやつに限ってカリスマって呼ばれてるんだよね。うん。俺さ、知り合いでマジカリスマって思う人がさ、案外いっぱいいんだよ。朝練もそうだし、私生活でも、うん、そのいろいろな経営者とか見てても、マジこの人カリスマって思う人って、全員に共通して言えることは、真逆のことしてる、マジで。俺が知ってる、認めてるカリスマ、一人も打ってねえかんね。打ってないんだよ。カリスマは打ってねえんだよ。うん。なぜか。それでコロナにもなってねえんだよ。俺が知ってるカリスマは。全員。あん時、2年前とかって、もう、ワクチンの発売開始待てませんじゃないけど、私一発目はいつ打つよみたいな、予約公開発言がめちゃめちゃ多かったんだよね。うん。それとか、私は裏のルートで何々病院で打てることが決まってるとか、そんな会話とかばっかだったけど、俺の知ってるカリスマ一人も打ってねえんだよね、マジで。それでさ、結果さ、コロナになってない人しかいないんだよね。うん。だからみんな会社とか行きながらとかリモートやりながらとかでも、みんな打ってたはずなんだよね。うん。打って、それで、なんか、打ったことにバリアを感じて、私大丈夫みたいになってたやつすげえ多いと思うんだよね。っていうか、打ったから安心ってやつは案外なってるね。コロナに。うん。だけど、一番俺がすごいなって思うのは、打ってなくて、ちゃんと考えて行動してたやつ、それがカリスマなんだよ。うん。だからね、みんなももう今からはさ、打つな打たねえなとかもう言えないし、わかんねえけど、みんなの周りで、でそのカリスマたちは打ってないよとか打ったよとか言わないんだよね。うん。うん。そもそもその打ったとか言われたらはぐらかされる、うん、そういうカリスマが多い、うん、だけどみんなの周りで打ってないやつでコロナになってなくて仕事とかも順調にいってるやつ、それはどんなやつかって言ったらカリスマだから、カリスマだから。うちの店はさ、打った打たないとかは関係ないんだけど、コロナとかにやっぱなんなかったね。みんなすげえ気にしいっていうか考えてたね。うん。だからこの2年本当にうちのスタッフ、そしてスタッフのご家族、うん、全員が考えてた、うん、考えて行動してた。だからこの2年ってまあ普通に生きてたら多分10年分ぐらいの密度バチバチの120% なんだね。だからこの2年を本当にカリスマで超えられたやつっていうのは、これからもう夢とかもう明るいしかないよ、マジで本当に。で俺はさ、どんな従業員と働きたいかなって思った時に、普通に真逆言ってるやつがいいなーって思うよね、本当に。うちに来るような人は、まあ、ちょっと変わってる人じゃないと、まあ、飲食店とかやんねえかなって思う。うん。普通に。だから、で、俺ね、質問で入れたいんだよね。面接で。
うちの店に働きに来たいっていう人がいたら、じゃあこのコロナの最中、あなたはどんな生活をしてましたかっていう質問をね、絶対俺は入れるんだけど、その時に、まあ会社員だったんで、つって、リモートワークでずっと家にいました。それで仕事を一生懸命やってましたっていう。うん、そういう人がいたとする、一つね。と、僕も会社員だったんですけど、リモートワークでやってましたと。だけど、家にいる時間がいつもの何倍にもなっちゃって、それで、なんか、仕事と家にいる時間が、なんかどっちがどっちなんだみたいな、わけわかんなくなっちゃったんで、外に出て、チャリンコ漕いで、体動かして、なんかこのままだとなんかデブになって終わっちゃうなと思ったんで、ウーバー始めてました、みたいなやつがいるとする。そしたら、普通、会社に勤めてる人でリモートやりながらっていう人がいたら、それが普通なんだけど、だけど、なんつうんだろうね、約束を破るというか、会社のルールを破って、ウーバーやってましたってやつ、真逆じゃん。だけど、俺が採用するのは、その、ウーバーやってたやつだね。うん。だから、普通の会社に、これから、うん、なんか、器のでかい、うん、会社で、また揉まれたいみたいな人は、どうでもいい話なんだけど、俺がやってるベンチャーみたいな会社に就職したいんであれば、自分がこの2年でやってたことを本気で話して、それが伝われば、本当に、その、自分の働きたいと思ってた会社と、で、一緒にその人たちと働けるんじゃないかなって思うよ。うん。この2年間何にも考えねえで動いてたやつ、それで、リモート太りしちゃったとか言って、なんかデブってるやつとか、大体終わってっから。うん。そんなやつと一緒に仕事したいなって俺は1ミリも思わなくて。それだったら、法を犯してるわけでもないと思うんだけどね。うん。いろいろ考えた結果、ウーバーやってましたってやつを、俺は、採用すると思うな。うん。だから、ほんとこの2年で家にいる時間が多くて太っちゃったやつより2年間を有意義に、いやなんかピアノ弾きたくなったんで2年間毎日弾いてたってやつ、もうそれで飯食ってるやつとかも現れてるかもしんないよね、ほんとに。でこの2年で YouTube 始めてみましたみたいな、それが2年経ったら今見たらどうよみたいな、収益化されてるよみたいな人もいるからね、ほんとに。で仕事辞めちゃったみたいな人もいるからね。うん。YouTuber は良くて Uber はダメなんですかみたいな。そんなルールとかでさ、縛られてる場合じゃないよ。それよりも考え持って、そのなんでそれをやったのかっていうのを、はっきり、その、社長にね、面接で言えるやつの方が、俺はマジでいかついと思うな。マジで。そんなね、感じでね、俺考えてんだけどね。カリスマは真逆行くからね。これは間違いないよ。本当に。自分の周りのカリスマいるんだったら、そいつ見てみ。真逆のことしかしてねえから。うん。前へ習いしてるやつにカリスマは生まれねえから。100%。うん。って思うな。いやー、この車ともね、お別れでね、明日は、トヨタ行って、ランクルのガソリンバージョン。明日試乗してきます。そこで、俺は、ガソリンを選ぶか、ディーゼルを選ぶか、それとも、テスラなのかなっていうの、まあ、決まると思うんで、うん。あ、もしかしたらテスラも試乗したいかな。うん。試乗してからかな。うん。なんで、まあ、そう考えると、明日は明日でめちゃめちゃ大事な日なんで、っていう感じでね、俺一日一日無駄にしたことなかったね。マジで。超戦ってたわ。つうか考えてたね。動きが。うん。いやーよかった。まあだから、うちの店もね、これからバコバコ行くんじゃねえかなっていう。うん。この2年間が
無駄にならない、感じにはなるとは俺は思ってます。そんな感じでうちの店とかもバンバン見に来てください、遊び来てください。めちゃめちゃ楽しいところなんで、で元気与えられるとは思ってるんで、うまいは当たり前よ、その先にね俺は元気があると思ってんで、うちの店にはね、ぜひ遊びに来てください。今日は松戸の小山店ってところ行ったんだけどね、そこさセブンイレブンなのね、普通のと見せかけて全然普通じゃなくて、そこの店でしか売ってないイタリアのワインとか、それが800円とかで売ってんの。でさっきお菓子とかで買ったのもあるんだけど、お菓子で買ったのがごぼうあられっていう、うちの娘の名前みたいなやつね。それとあとこれやばいと思うね、食べるお出汁。食べるお出汁はやばいでしょ。こういうのがセブンイレブンで売ってんの、あれセブンイレブンのマークでないでしょ、普通のセブンに売ってないでしょ。これ何、黒糖仕様のカステラ195円。だけどそれが高いとか思っちゃダメよマジで。俺一番ビビったのこれかな、チーズかまぼこシーチキン。マジかよ、チーズかまぼこにシーチキン入ってんの、超うまそうじゃん。やべえみたいな、それやばいっしょ。これもワインもなんか超強そうでしょ、これ2000円が1000円ぐらいだったんだけど、いやお前生きがってそんな高いの飲むなよみたいなのあるかもしんないけど、まあ一緒時にはな感じで、セブンイレブン松戸にある小山店っていうのがあるから、それはマジでチェックしてみた、超やばいな。こんな感じで今日は終わりにしたいと思います。また明日もね喋れると思うから、また明日も楽しみにしててください。ではさよなら。